女の狂ったような声。森の中で女の狂ったような声が聞こえてきた。男は不安げに友人と顔を見合わせた。見れば友人は口を歪め、歯を食いしばり、ブルブル震えている。気づくと彼の方もひくひく痙攣していた。友人の両目がぐるんとひっくり返り、突然絶叫をした。女の笑い声だった。友人が笑いながらつかみかかってきた。彼は意識が変容していくのを感じた。自分も何か絶叫している気がする。気づけば彼は一人血濡れで倒れていたが、深い傷はなかった。友人の行方は知れない。女の狂ったような声。神社の前の川の淵。我が町の山深いところにある宗前神社というのがあるが、その神社はある川の淵の前に建てられている。昔この淵のそばで仲の良い兄弟たちが遊んでいたところ、突然淵から怪物の手が出て、兄の方をあっという間に淵へと引きずり込んでしまった。弟の方が泣きながら家に帰って両親にこのことを伝え、すぐに村人総出で兄の救出作戦が始まった。しかし農民だけでは何ともしがたいので、すぐに隣町から川漁師たちを呼んで潜らせることになった。たくましい川漁師が淵に潜ると、果たして川底に正座している兄を見つけた。数度の挑戦の末に兄を漁師が引きずり上げると、兄の体は怪物に襲われたとは思えないほど綺麗な顔をしていた。まさか生きてるのではないかとみんながざわついた瞬間、両親はわっと泣き崩れた。兄の口には体が浮かび上がらないようにと川石がぎっちりと詰められていたのだという。神社の前の川の淵。ハの字。昔友人数人と山にキャンプに行った時、山といっても一応ちゃんとした施設で、一日いろいろ遊んで楽しかった。それでようやく夜、さあ寝ようかという時間、就寝の支度をしていると、友人 Y が結構我慢していたみたいで、トイレの台に行ってくると言って出て行った。みんなは疲れていたようで、支度が終わると瞬間で寝ていた。自分も寝そべりながらうとうとしていた。その時不意にバンガローのドアが強めの勢いでガタッと開いた。さっきトイレに出かけた Y がドアから顔だけ出してこちらを覗いていた。だがどうも様子がおかしい。服装や髪型はどう見ても Y なんだが、目が不自然に垂れている。人間の目を位置はそのままで、角度だけハの字にしたみたいだった。自分が Y?と声をかけた、それとほぼ同じタイミングで、そいつがこう言った。なんで助けてくれへんかったんや。Y の声だった。え、何が?と思う間もなく、そいつはドアを閉めた。タッタッタッと走り去る音が聞こえた。
他の友人は誰も起きていないみたいで、俺は意味不明で怖くてしばらく眠れなかった。しばらくするとまたドアが開いて人が入ってきた。恐る恐る見ると Y 本人だった。いやー漏れそうで危なかったよと笑いながら布団にくるまっている。意を決して顔を見たが、間違いなく俺の友人の Y だった。翌朝、Y にそれとなく昨夜トイレに行った時と帰りに誰かとすれ違ったりしなかったかと聞いてみたが、別に誰とも会わなかったとのことだった。俺は特に誰かを見捨てたりした経験もないし、あの言葉の意味が全くわからない。目が異様に垂れ下がったあの顔は、今でもたまに夢に出てくる時がある。誰かが間違えて入ってきたのか。そうだとして、あれは本当に人間だったのか。Y はもちろん今も健在で、たまに会ったりしているが、この話は彼にはしていない。ハの字。ついてくるのは。聞いた話だけど、町内の子供会キャンプに付き添いで行った時、その人が山の川沿いを一人で散歩していると、一匹のタヌキが木を見上げていたらしい。タヌキはこちらに気づいていないようで、その人は、おいで、おいで、と、タヌキに声をかけてみたが、タヌキはその人に気づくと逃げていった。そのまま散歩を続けていると、後ろから、カサ、カサ、と、かすかに何かがついてくる音が聞こえたので、振り返っても何もいない。先ほどのタヌキが茂みに隠れているのだと思い、再び、おいで、おいで、と呼ぶが出てこない。その後、タヌキかただの気のせいだと思っていたのだが、ずっと音はついてくるので気味が悪くなり、長靴を履いていたその人は川の浅いところを横断した。さすがにもうついてこないのかな、と振り返ってみると、河原には自分の濡れた靴底の足跡とは別に、濡れた大人の裸足の足跡があったのだそうだ。後日談。その話を聞いたときにその人は、いきなり声をかけてびっくりしたタヌキが腹いせに化かしたのかな、と語ったが、一緒に聞いていた人は、タヌキが見上げていた木で自殺した人がおいでと呼ばれたのでついてきたんだなと言った。なぜかと聞くと、自殺するときは靴を脱ぐからと言っていた。そう考えると怖い。ついてくるのは。はい、どうも。山にまつわる怖い話その25をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。怪談探偵 VTuber の影の像と申します。いやー、これも実は機材の不調でまるっと撮り直しました。なので前回撮った時よりはまあ多少上手くなってんのかなとは思います。何やったかな？ちょっとね、非常に題材はちょっとあれなんですけども、エロマンの星っていうエロ漫画を描くハウツー漫画っぽい、普通のストーリー漫画みたいな本がありまして、普通に真面目にエロ漫画を描くっていう、漫画なんですけども、そこでね、書いてってすごい心に残ってる言葉があって、せっかくね自分が丹精込めた漫画をこう目の前でビリビリにこう編集者に破かれた時の対応が普通の人は怒ると。でほんまにその
漫画を描くのが大好きな人は、あ、これでもっぺんもっといいの描けるわっていうみたいなことが書いてあったんで、一から撮り直すときはそれを思い出してます。あとね、これは本当にね、タヌキに化かされてるんやろなと思うのが、この朗読させていただく話でタヌキとキツネが出てくると必ずね、反対側で頭の中で認識しちゃってるらしくて、前回この最後に読んだついてくるのはっていうのを読ませていただいた時も、ひたすらね、僕ずっとタヌキのことキツネって呼んでたんですよね。もしかしたら今回も自分が気づかずにタヌキって読まなあかんところを間違えてキツネって呼んでるところがあるかもしれません。もうそれはもうタヌキに化かされたと思って、見過ごしてください。それでは山にまつわる怖い話その26でお会いできましたら幸いです。怪談探偵 VTuber の影の像でした。ほなほな。